はいどうもタンタン札幌店です。こちらビッグアイランドですね。今日ご紹介しております、こちらビッグアイランドの中で、珍しいですね、唯一と言っていいかな。これとコアのモデルがあるんですけど、パイナップル型ですね、これは、マンゴー材を使ったパイナップル型 MP の SLS というモデルでございます。マンゴーを使ったパイナップルで、スケールはこれコンサートスケールです。ソプラノロングネックと思っていただければ良いかなと思いますね。でマンゴー材結構ね、こう見ると、こういう特徴的なね、こう黒い筋だったりとか、あとこの見えるかな、横の方、この辺とかにカーリーが出てたり、サイドなんかもそうですね、こうマンゴー独特の雰囲気っていうのがあちこちにこう見られる、そんな一本かなと思います。そしてヘッドはもちろんこのホヌのインレイが入っております。アタックはやっぱりマンゴーらしい、こうちょっと甘い雰囲気はすごく出てますよね。ただ普通のソプラノスケールじゃなくてコンサートスケールになってるんで、案外音の張りっていう面ではしっかりとあるのかなっていう感じですね。ハイポジションの音なんかもしっかりとこう、腰のある音っていうのかな、音自体がすごく芯がしっかりとした音で綺麗になってくれるけど、マンゴーのこのアタックの丸さは感じられる、そんな一本かなと思いますね。パイナップル型なので、普通のスタンダードシェイプよりは多分響きっていう面では箱の振動はね、なるかなと思うんで、そのあたりも含めてちょっと優しい雰囲気の音出る一本かな。ストロークなんかでも非常に、甘い感じの音ではあるんだけど、立ち上がりねしっかりしてるので、ストロークでもきっちりシャキッと出てくるので、かなり扱いやすいんじゃないかなと。あとはパイナップル型でね、こう持ちやすさとかね、人それぞれあるんじゃないかなと思いますので、その辺こう、ストラップとかつけてしまえばね、あんまり関係ないかなと思いますけれども、そのあたりも考慮していろいろと選んでいただければと思います。なかなかパイナップル型って出てるのが多くないと思いますので、選択肢パイナップル型どうしても欲しいなっていう方はすごく少ないんじゃないかとは思うんですけれども、こういったモデルも非常に面白いし、かなり使える一本なんじゃないかなと思います。ということで、こちらビッグアイランドの、マンゴー材を使ったパイナップル型ソプラノロングネックモデルですね、 MP の SLSシリアルが220113というシリアルのこちら答えでございます。こんな感じ。マンゴーはね、本当に一本一本コア以上にこう木目が個性的ですので、ぜひじっくりとご覧いただければと思います。それではタンタンでした。